戦争反対なんて叫んでも意識高い系とコケにされ終わり。それでも歌うよ私の気持ち、世界のみんなに届くかな。勢力争い、安全保障、国益優先、国民世論、平和主義、愛国心と、ねじれにねじれ長引く戦争。戦争は良くない、もちろんそうだけど、よしあしじゃ語れない。各国の事情、誰かにとっての幸せは誰かにとって耐え難い不幸。この事実がなくならない限り、争いは永遠になくならない。考えることに疲れたんだ、解決策なんてないじゃないか。だけど日本に住む田舎者でもわかるよ、そのボタンだけは絶対押しちゃダメだって。同じミスはするな、社会人のルールなのに、世界は何度も同じミスしてんじゃん。降参はできない、撤退もできない、負けられない。各国のプライド、歴史は繰り返す。この戦争で生まれた絶望が子供たちを呪うよ。2022年、ロシアがウクライナを侵攻、100年後の教科書に一言で書かれる。マイケルたちが歌った We are the world、 文脈が変わればただの風か。辛い時こそ心を一つに、辛い理由はそれぞれ違う。そんな中どうしたら一つになれる。もういっそ誰か地球を統一してよ。それが無理なら分かるまで話そう。何人が悪い、そんな議論に意味はない。国民性なんて証明できない。見るべきはその人自身、そこに愛はあるんか。その問いに何人がイエスと言える。戦争終わるといいねなんて言って、自分の国じゃなくてよかったと思った。今日も私の日常は平和で、所詮テレビの中の出来事、スマホの中の出来事、こんな私にできることなんてあるかな。お金もないし勇気もないから、工夫もしないし義勇兵にも行かないよ。何もできないならもういっそ何も知らない方がよかった。見たくもないものは見ない、それも生き方けど、それじゃあ真理にはたどり着けないな。なぜ戦争起きるの、どうしたら止められる。私は知りたい、何が本当で何が嘘、わからないけど今聞きたいのは国民の声。ウクライナに住むあなたやロシアに住むあなたが、不安や恐怖と戦いながら発信する声を